僕が若い建築家にアドバイスしたいことは、やっぱり世界の果てを見に行ってきなさい。で、やっぱり今僕らは大体大学も何もみんな都市にあるわけですけれども、やっぱり世界の果ての場所には全然違う場所があって、全然違う視線があって、そういうものを若い時に体験するかしないかで、その後の人生はすごく変わると思うんですね。僕自身はやっぱり大学の時に一番自分が変わったと思ったのは、サハラ砂漠のところに調査に行って、2ヶ月間でそのサハラ砂漠の周りをこうずっとその集落村を調査して回って、その体験が自分を変えたと思うんですね。だからそういう世界の果てを見るということを、今の若い人たちにもぜひやってほしいと思いますね。